はい、皆さんこんにちは。畑野理和です。今日はですね、下半身ストレッチ5選ご紹介したいと思います。肩も一緒にやりますので、ぜひ皆さんもご自宅でもいいのでやってみてください。まずはですね、お尻と太ももの付け根から伸ばしていきます。同時に、ね、伸ばしていきます。で、この股関節の前方には大腿動脈といって大きな血管がありますので、この、ね、付け根とお尻をストレッチ一緒にしていくことは、下半身の、ね、血流をさらに上げていって、アンチエイジングだけではなくて、むくみとか、あと疲労の、ね、軽減にもなりますので、やってみましょう。まずは片足を前に出します。で、このように少し、ね、膝を、太ももを開くような外旋ですね。開くような感じで、もう片方の足は後ろです。で、この状態で、今ついている前の足のお尻を持ち上げていきます。持ち上げて、体をしっかり前方に運んでいくと、前の足のお尻と後ろの足の太ももの付け根ですね。さっきの大腿動脈の部分、ね、伸びていきます。前のお尻と後ろの太ももの付け根、伸ばします。余裕がある方は、どんどん前に行きましょう。これを30秒、ゆっくり伸ばしていきます。ではちょっとね、今日は早いですけども、反対も行きましょう。足の方が見やすいですかね。足を前にして、で、このまま前足のお尻を浮かせて、後ろの足もまっすぐにしていきます。しっかりね、前に体重を移動させて、前のお尻と後ろの太ももの付け根、伸ばしていきます。はい、結構です。では、今度は内ももですね。内ももへいきます。足を、膝をどんどん外に開いていきまして、体をぐーっと前方に倒していきます。で、どんどんね、膝を太ももを開く感じ。で、体を少し前傾させます。内ももの筋緊張感じたらそこでキープ。これも30秒ゆっくり伸ばしていきましょう。ちょっとね、こう、内転筋っていうと、大きく分けて6つあるんですけども、こう、後ろに引いて、伸ばしたりとか、あと少しね、前に行って内転筋でもちょっとね、上の方を伸ばしていくっていうのもありますので、いろいろこう体勢を変えながら伸ばしていきます。はい、では今度は片方の足を前に出します。で、後ろの足を掴みます。で、前の足に出した側にぐーっと持っていきます。太ももの前でも内側の方ですね、内側の方を伸ばしますね。前の足のお尻の方へ足の方、足首を持っていきます。これで今この曲げてる方の太ももの前側ですね、太ももの前側を伸ばしていきますね。後ろ足の太ももの前、反対も同じでいきましょうか。今度は左足を前にして後ろの足の足首を持ってお尻の方へ持ってきます。前足のお尻の方で、太ももの前ですね、後ろ足の太ももの前の筋肉が伸びているのを感じます。これも30秒伸ばしていきます。腰が反りすぎないようにお腹に力を入れて、こうね、前につんのめったり後ろにこう反ったりしないように気をつけてくださいね。では今度は太ももの裏ですね。片膝ついて片足を前に出します。で、つま先は上に向けて、あんまり腰が丸まらない、背骨が丸まらない、背筋伸ばしたまま両手を膝上ぐらいに置いて、膝を伸ばしたところから少しお辞儀する。もうね、ほんのちょっとお辞儀するだけで太もも裏が伸びてきます。こういうふうにしてこう伸ばすと、裏も伸びるんですけども、逆に骨盤後傾して効果的にね、どっちかというと腰が伸びてくるような感じになってしまう方も多いので、しっかりお尻をこうプッと出すような感じを持って膝上に両手を添えて軽くお辞儀、これだけ十分伸びてきます。余裕になる方はね、少し外にしたりとか、太もも外にしたり、太もも内側内旋させたりとかして、裏側でも内側、外旋すると外側が伸びてきます。裏側でも外か内側をメインで伸ばしてみてください。
反対も行きましょうか。片足を前で、両手を膝の上に添えて閉じる。こっちは硬いですね。大体特に外旋に外にすると大体二頭筋、ハムストリングスというんですけど、太もも裏、大体二頭筋と半膜腰筋、半腱腰筋、この構成されているこのハムストリングスも外側の大体二頭筋が外旋に硬いですね。大体多くの方が太ももを外側にすると伸びが強く感じると思います。はい、では最後ですね。最後は深い片方の足を後ろで、つま先が外を向かないように基本的にはまっすぐですね。まっすぐ向けて上体を前ですね。お尻が後ろに引かないようにお尻を前に入れて、ふくらはぎの筋肉を後ろ足のふくらはぎを伸ばします。これも同じように30秒。そして反対、まっすぐして前足に倒し、私この背屈制限がかなりありまして、このふくらはぎの筋肉が硬くてもすぐかかとが浮いちゃいそうなんですけど、もうちょっとね、足首が硬いというのは肩の弱点でして、弱点というか、まあ走る上では、ね、短距離では意外と硬い方が良かったりするんですけど、これね、硬いです。はい、この5つですね。この5つやっていただくと、基本的にはこの、まあ、大きな筋肉を伸ばします。今日はね、外側の部分とかっていうのをちょっと伸ばしてないんですけども、まあ、お尻、太もも前、内もも、裏側、ふくらはぎと伸ばしてきました。で、またね、近いうち、また外側のストレッチとかもご紹介したいと思います。今日は下半身ストレッチ5つ、ぜひやってみてください。では、またお会いしましょう。さようなら。